あげうし、あがざき、せよ、あげうし、まじっす、はい、おめでとうございます。はい、今回は、たくめん .com よりラーメン作ろうさんということで、うん、本店はそう、大阪市天王寺区にある、うん、でございます。ね、大阪メトロのね、千日前線の鶴橋駅、うん、ここから、まあ、ここ一分でございますよと、いうお店なんですけども、なんとこちらですね、もともとは、新小岩にある麺屋一刀さんという有名店があるんですけども、うん、そこで修行された方が、大阪で福原というお店出したんですよ。うん、あの、お魚系のね。うん、で、その、セカンドブランドでできたのが、このラーメンフクロウさんという二郎系のお店と。福原の二郎でフクロウか？まあ、そうだね。なるほど。そういうことですね。はい。鳥ではなくてね。ほう。ああ、泣いた。ね、こんな感じで入っておりますよ。ね、よく見ました。さあ、じゃあ麺からね、茹でていきます。もう野菜を茹でる工程はカットです。もうね、まあ、はい、こっち側の問題だからね。で、今回もスープなんですけども、このようにですね、あの、別袋で油も入ってるんですね。うん、普通だとスープと油、あ、一緒に。そうそう、一緒だけなんですけども。2袋入ってるという感じですね。なるほど。で、麺の方は、大体8分くらい今回茹でております。もう結構長い、はい、ちょっと長め。まあ確かに、ね、ちょい長めで、で、まあこうやってね、よーく折りたたみながら、よいしょ、で、野菜も持っていくよということでね、ちょっとね、見えてますよね、少し何かね、お野菜の中に。そう、うずらです。あー、うずらなんですね。今回うずら6個入れます。そして、豚は2枚入っているという商品ですね。うん。で、その油、まあ、こうやって上からちょっとちゃっちゃ系みたいなことをして、はいはいはい、で、ブラックペッパー混ざってたんで、多いブラックペッパーも最初にやっちゃいます。あー、なるほど。野菜の分とかね、はい、そうなんですよ。ということで、着弾です。こちらラーメン袋さんですが、なんとこれ汁なしです。あ、そうなんですか。汁なしなんです。はい、野菜、ニンニク、油でいってますね。まあ、先ほど言いましたが、本来スープと一緒の油を分離させてますんで、ちょっとこう増してる感が出ますね。確かに。うん。で、うずらはセルフでこれ準備したんですけども、公式にもおすすめで、用意してねと書いてありました。なるほど。はい、まあ、あの汁なし以外にももちろんラーメンの、袋さんとかもあるんで、ちょっと探してみてくださいね。姿でございます。はい、いただきます。うん、さあ、豚さんね、ちょっと見たら分かると思いますが、ちょっと厚さは薄めなんですけども、弾力がすみません、後ろに目がいって、すごい通りますけどもね。はい、返しの染み込みが良いです。なるほど。はい、で、野菜ね、これ茹で野菜するコツ掴んできました。もう、はい、そうですか。味の素と塩で結構調整すると激うま。あ、そうなんだ、ね、参考してください。はい、1、2分がいいと思います、ね。なるほど。その油なんですけどもね、最初からまぶしてある胡椒と上からかけた胡椒で、まあ、パンチがすごいよという油、うんうん、まあ、味付けのね、1個上の段階までいってる。あ、もう なんですかその領域は。すごい通るけども、まあ実質これ油マシマシなんだということで、なるほどね。いってますね。豚も加えていく。さあ、お待ちかねの麺です。はい、麺、これね、まあ一応 280g なんですよ、茹で前。うん、たくめんの二郎としては、まあまあまあ、平均的。うん、じゃあ平均的なんだけどもね。これまあ、ツヤね。ツヤがすごい。それから、ね、そう、結構平打ち麺である ね。なんですけども、これがね、自家製麺の、まず、小麦の旨味がすごいんですわ。これ、混ぜる前に麺だけいってほしいぐらい。小麦の味が強い。言ってますね。言ってますね。で、茹で時間実は8分から10分。麺弱いな。そう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 、パキポキ麺をまあちょっと利用して今回は8分にしたと。10分にするとまあもう少し柔らかくなる。麺うま、ね、麺うまということで結構尺を取っちゃいましたが。なるほど。さあ、うずらね、うまいけどちょっと独立してしまったんで、次回はなんか返しに漬け込んで、もうこのスープ自体にとかね。あ、それもいいね。それ速度してもいいかなと思いました。なるほど。へえ、さあ、そしてそのスープですけども、汁なしとは思えない量が。汁なし。うん、そうだよな。言われなければラーメンだと思っちゃいますね。うん、でこれね、天一のこっさり、わかりますよ、こっさり。こっさりね。あの中間のやつ、うん、ぐらいのこってりさはあったかなという、うん、一幕もありました。うん、はい。で、福原さんがすごいお魚系のお店なんで、うん、この出汁も結構使っているんですよ、この中に。そう、だから濃縮感がちょっとすごいなと思いますね。あっ、あ、なんだ、え、どうしたどうした、なんだ、ん、
ニンニクを入れてた。だけど、まさかだね。だけど、まあ、いつもは中盤から入れるから、セーフです。いや、言い訳タイム。いい、セーフでした。危なかった、危なかった。怒涛の言い訳タイム。いやー、本当にクレームがね、来やすいんだ、ね。からのニンニクの分量がすごい。まあね、ちょっとずつのところをね、今回はいきなり全部ダイレクトで言ってますんで、なんだろう、染まってないニンニクの辛さが。全面に押し出されて、まあ、そうだね、ニンニクだもん、ね、むしろいい、むしろいいよ、うん、むしろ強くなって、まあ、したら言い訳がすごいんだよ、むしろとかで、まあそんなことで一気に締めですけども、はい、黒胡椒とチーズでね、ハードにやってみてくださいということで、もちろんニンニクもこの中に多めに入ってますけども、締めってことはすごいですね、ラーメンの中でそうね、ラーメンそのものそのもので、はい、むせるくらいの濃厚さがおすすめでございます。ニンニクがね、最後、そして、簡易することにより、なんと、うん、本物の汁なしということでね、出来上がりました。これが汁なしです。はい、まあ、これが最後のこれが汁なし。汁なしということなんですね。麺もないしね。何もないけど。情景ジョーク、発表しちゃいましたけども。84.7 ということでね、ここでね、マルヒ情報なんです。マルヒ情報。僕、ツイッターね、指原さんのツイッター、フォローしてるんですけども、サッシーの、はいはいはい、なんとフクロウさん作ってましたよ。では僕サッシーと同じものを食べたんです。すごくないですかこれ。どういう考え方同じものを今年食べることができたということでね、そんなアドバンテージもあるんで、皆さんぜひ見つけたら買ってみてね。サッシー好きも好きもごちそうです。Thank you.